カイツブリカは、鳥類カイツブリメパディチペデフォームズの唯一のトガである。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アイスランド、アイルランド、イギリス、インドネシア、オーストラリア、日本、ニュージーランド、マダガスカル。最大種は北アメリカの首長カイツブリで、全長56から74センチメートル、日本では、 冠無理カイツブリの全長4661センチメートル。全身は羽毛で密に覆われる。翼は長い上に薄い。足は後方に位置し地表では直立することも難しいが、水中では大きな推進力を得ることができる。あとは幅広く、これによりより多くの水をかくことができる。また足及びあとは柔軟性が強く、様々な方向に水をかくことができる。 卵は白や炭鉱色の殻で覆われる。湖や地上に生息する水鳥であるが、陶器になると海洋に生息する種もいる。排他性が強く、縄張りを形成する。飛翔はあまりうまくなく、水面から飛翔するには水面を長く除走する。必要がある。また数種は飛翔することができない。植生は動物食で、昆虫、甲殻類、軟体動物、 魚類などを食べる。水中にいる獲物を潜水して捕らえる。繁殖形態は乱生。水生植物や食に固定した水生植物を積み上げた逆塩水状の巣を作り、卵を産む。卵はバラバラに孵化する。親鳥はヒナを背に乗せて育て、ヒナを背に乗せたまま潜水も行う。伝統的に、一家でカイツブリメを形成していた。姉妹群はフラミンゴメである。 カイツブリメフラミンゴメ系統は、原生鳥類の中で古学類、キジカモ類の次に分岐した小さい系統メタベス、メタブスの一員である。アビメと共通点が多いため、古くは禁煙と考えられることもあったが、系統的には離れており、彗星による修練進化の結果である。シブリー分類では、コウ項の鳥、黙ノの鳥、アモクコノトリ下目カイツブリ、コモク、パディチ、パデラの。 唯一のトガだった。コウノトリ下目は、現在の分類で言えば、水鳥クレード、カイツブリメ、フラミンゴメ、熱帯蝶目からなっており、カイツブリメとフラミンゴメに多少の禁煙性を認めた初期の研究と言えるが、シブリーラは、カイツブリカと残りのコウノトリ下目全体とが、姉妹群軍だと考えていた。また、水鳥クレードを、カイツブリメフラミンゴメ、 熱帯町目の三社間は実際には特に禁煙ではない。六族約20種が厳生する。このほか3種が近代に絶滅した。開発による生息地の破壊、人為的に移入された動物との競合などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。